だということを理解していない。すいません、あの部屋のドアを開けた人間がいて、その人が花ちゃんの遺体を運び入れた。他に犯人がいる。それが一番しっくりくる。本人は練炭自殺のサーモンピークになるようにしていた。投資した遺体が同じようにサーモンピークになったのを見て、自殺現場に紛れ込む。解剖されたら完全犯罪。本当、ネズミの声やね。どういうこと？まあ、犯人探しは警察に任せるとして、花ちゃんがどこで殺されて、これグミやろ？何を伝えようとしたんだ？うちの店のノベルティです。女の子たちにあげました。はい。見て。前の店長が。働いて日給もらって帰るだけだったんで。皆さんちょっといいかな。